はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。年末大晦日19時半あたりからは配信です。3時間ぐらいやっていこうと思います。ぜひ見てください。もう一本、2028年越しやろうと思っています。ぜひ見てください。そしてよろしければチャンネル登録、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、ぜひチャットコメントぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー&チャットコメント Please、YouTube で2日後、1月2日21時頃アーカイブ配信予定です。ぜひそちらでもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive my YouTube チャンネル、Two days after upload、プレミアライブ my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントフォロー。リポスト、いいねもぜひお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では始めていきましょう。これはすごいな、廃墟なので、需要に お金のこともあるし、赤字基調かつ人口が減ってます。なので需要に応じた、投資をしていく必要があります。しばらくこの工場は無理だろうな、ほっとくしかない。とりあえず住宅建ててっていうとこかな。住宅エリアはここか。なるほどな。水はこうして立てるんだけど、しばらくは水、住宅エリアだろうな、この辺は。こうかな。とりあえずこれでいきましょう。
ることって限られるしな。正面にやっちゃってますけどね。学校ってどうだろう。学校エリア、小学校が全然足りないな。この小学校とのバランスが難しいんですよね、取るのが。でもここら辺全然小学校建ててないんだ。中学校は、まあ、中学校も結構、バランスが悪いなので、まあ、むしろこれは建てるべきだよ。大学は大学って1箇所しか用意してないんですね。まあでもこの大学でしばらくは行けるかな。図書館はいらん。水はまあまだ大丈夫だな。電気も大丈夫。ゴミは？そうか、処分場に処分場3つやればロックが解除されるんで、これが1箇所、2箇所、もう1箇所なんかなかったっけ、処分場って。あ、これは電力だったら違う。あれ、もう1箇所どっかに処分場があったんだけど、どこだっけ、わからん。処分場は3つ用意していっぱいに埋めないといけないですからね。これ？OK。あ、これですね。13%。とりあえず一旦は埋め切らないといけないです。これは何のエリアになるんだっけ？商業エリアかな？ちょっとこれは何のエリアになるのか決めきれてないですね。工業エリア、あ、でも工業エリアになるかもしれないってとこか。いや、工業エリアにはならんでしょう。ここ工業予定地にしてるからね。あとまあここが、まあ、5番目を基本にっていう感じで見直すようなスタイルですね。行きましょう。ここね、悩むとこではありますけどね。でもあんまり降りすぎるとな。
本音としてはもうちょっとやっぱり一番下げたいとこですね、ここは。このぐらいかな。ここに、あ、ここはやりすぎたかも。こんな感じかな。こうなるとあの建設の仕方できんだ。こ、あ、お風呂にできるわけではない。ときたいな。いやでもどこまで埋めるかですよね。ちょっと上げすぎてる感があるから、一回撤去して地盤下げした方がいいかもしれない。この辺ぐらいまではちょっとこれも上がりすぎなんだよな。なのでどの辺の目が適当なのかっていうのを決めないといけない。正直この辺ぐらいまでかな。でも霧がなくなるやん。こんな一番低かったっけ。ここまでか。まあならば順当な感じかな。もうちょっと高くてもいいよな、この辺とか。こうした場合どうなるんだろう。あんまり変わらないな。結局こっち側の傾斜がきつくなる、ちょっときつくなるだけで、まあでもてかもともとこっちの傾斜がきつい。これだと上がっちゃうからな。うん。だろうな。なので、どうしてもこれ上がっちゃいますからね。
で、まあ当然ここもこうするわけだから、だから結局駒がきついんですよね。ここの上がる、止め類した方が良かったかな。まあでも逆に言ったらここら辺は、あ、ハロー、質問クエスチョン、もしもあなたがチェンジしたら、エコノミーバジェット労働のん、エコノミーバジェット労働、え、ちょっとごめんなさい、if you じゃジャパニーズウィル、ジャパニーズウィル、クエスチョンプリーズなのか、ちょっと翻訳サイト、翻訳サイト開けよう。こういう時、あ、Google 翻訳、ディープエル翻訳、いろいろあるけどな。英語を翻訳しないとね。ありがとうございます。道路の経済予算を 50% に変更すると何が変わりますか？ああ、やったことないんでわからないですね。そんなことできるわけないじゃないですか。っていうのが答えですね。予算今、72%、道の様子が低くなって交通量が落ちるじゃないかな。なんだろう、断言したことは言えないからな。これだ。断言はできないのですが、道の質が落ちて運送量やそのトラックのスピードが落ちるでしょうっていう感じですね。まあ、配信のスピードが落ちちゃうよってことで、配送のスピードが落ちちゃうよってことですね。まだ住宅は建てろって言われてます。でもね、ここのエリアって、あ、まだ住宅か。じゃあ住宅、もう限界まで伸ばさないとダメですね。とりあえずは。ただね、検討があります。ここは、あえて、
な感じにします。これなちょっと長いよな、長いけどまあいいか。でこれがあれだから、でして、でどうしよう、一通にするのはいいけど一車線のみとかできないのかな。こうか。で、これでどうすればいいんだ。で、商業の需要もその間に高まったんで。その商業に関しては一つは、ここで高山ルートをして、どこかな、もう一つはここか。ああでも無理だな、ちょっとここ大きなスペースをつけてあげよう。大きい遊び場とかつけられるもんね。どっちがいいんだ、こっちかな。あとさ、こういう時にできるのがユニークな施設。何これ、エデンプロジェクト軌道エレベーター核融合発電所。まあまあですね、ショッピングの像か、ショッピングの像はここに作ってあげましょう。てか交通タワー、あれこれって常に存在してるんだ。置けないんだな、すでに1個しか置けない。これ何、エデン条約を作るためには必要なんだ。あ、水がな、あ、水をことを考えてなかった。
と、ここはない。レベル5は何これ。エキスポセンターか、軌道エレベーター、ハドロンなんたらかんたら。でも目標はやっぱり大きな、何これ、エデンプロジェクトか。これはシャトーボー、何がいるのかわからん。この辺が何のアンロックに必要なのかも分かってない状態です。何これ、水際が必要ですって書いてある。水際ってこんな感じなのかな。クオリティキング20番、こうか。つまりあれだ、あの はみ出そうなところに作ってやるといいんですね。こういう風に水の流れ変わりますけどね。Thanks. Can I see your second pollution? ポリューションは汚染だよな。あなたは、音響汚染。うるさいとか？あなたは見えますか？あなたの、私は、え？障害？うるさいですかね。騒音公害？あ、マイクがもしかして雑なのかも。
Thank you.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 
トルネコ大冒険、これはここまでにしたいと思います。年越しとして、しばらく時間を置いてトルネコの大冒険をやっていきたいと思いますので、ぜひ見てください。今回地下鉄も延長しましたし、何よりも人口10万人をついに達成したのはでかいですね。よかったです。ということで、はい、今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、お願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。YouTube、YouTube、ぜひ、チャンネル登録、高評価お願いいたします。アーカイブ2日後ですので、2日21時頃に、こちらはアップロード予定です。ぜひ見てください。 This Live Archive My YouTube Channelアップロードプレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そしてですね、TwitterX、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひそちらを見てください。アカウントフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX、プリーズアカウントフォロー&チャットコメント、プリーズ。TwitterX、プリーズアカウントフォロー&グッドボタン&リポストプリーズ。ということで、シティーズスカイラインライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。